雪の結晶の絵文字を出てこいあクリスマスツリーにしようっとう、えー寒いよーこんばんは、えー、クリスマスライブ楽しすぎました ありがとうございました <laughs> かんさんプレゼントありがとう誰なん言うなんだよんえなんかちょっとすいませんさっきなんか信じられないことが起きててちょっとっ、ま、てあの後で言うんですけどえそう なんか本当になんかすごいなんかもうびっくりすることが起きててちょっと先に話すんですけどこのクリスマスライブの話もしたいんですけどプレゼントだお疲れ様ありがとうちょっと待ってユニバースありがとう I そうさっき あの私配信始める前にい,ちょいつも見るんですけどいつも今どのアイドルさんが配信してるのかなって見てショールーム始めるんですよでそしたら NMB48 の救急生さんの板垣小百合さんのルームにちょっと入ってなんかそしたらなんか私の私のシャーロイナちゃんってなんか言ってて。 えっって思ってえ待って私えっ、えー、って思ってなんかめっちゃもうびっくりした偶然すぎてえっ、ー、ってもう私本当に大好きなんですよじゃあもうちょっと早く入ればよかったって思って何話されたんですか私のそう未来 トールさんありがとう決勝しんさんありがとう決勝えちゃんさん決勝ありがとう嬉しいクリスマスコンサートも楽しかったしもう楽しいですわなユニバースさんプレゼントありがとう会場で見たよどうでしたか幽体離脱と金縛りもユニバースさんプレゼントありがとう そうなんかハーフ,フアップ今日ライブでハーフアップしてたんだけどちょっと寂しいくんだからリボンつけた母さんありがとうハート和弘さんお疲れありがとうレイチと一緒のところ多かったねそうレイチにも言われたそれ歌割りがなんか クリスマスライブセットリストよかったね。そうなんですよ。だから言ったじゃないですか。もう楽しかったでもやってて。早送りカレンダーが楽しかった。やってて、やっぱり。早送りカレンダーも。いろいろ。AKB さんの曲とか、HKT さんの曲とか、NMB さんの曲とか。いろいろやらせていただいてっていうか、か寒すぎてちょっと唇がガクガクしてきた。お <laughs> <laughs> こんなこと初めてだでもショもしてたら体があったかくなってくるからちょっと今うー,うー寒いそうゆなってもう見てたちょっちょっと最後の方になんか入ったら「ありがとうございました」ってところだけちょっと見たけど。 なんかコメント欄がコメント欄コメントがああ「あん言うなん言うなんね」みたいな「ええー」ってなんかもう自分コメントしちゃったかと思った間違えて今日のえうなん表情がよかった嬉しいですちょっと待ってでもちょっと寒すぎてくっくっ口,口が固まるそうなんかちょっといろいろあってうー 将来予防ですからねそうですよもうん何,が何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 が安部さん化粧ありがとうたくさんありがとうそう昨日髪型髪型ずっと悩んでてだけど私なんかメンバーに聞いたらみんなユダンはハーフーアップがいいと思うよ <laughs> い,やいっぱい言われたからハーフアップにした湯南離脱はしないで幽体離脱はしていいけどマジか行けばよかったほんまにお話し会もレーチとヒーターのところばっかり行って許さない湯南フちょっとパ,パクパクリになっちゃうからやめようペアネットフリフリしました嬉しい嬉しいだなぁ まあ,ちゃんさんありがとうありがとうございますええー、ありがとうみさみさんそう早送りカレンダー楽しかった太陽しかもさダブルセンターがさヒーヒーさんなのがいいよね名前がにとりすぎてちょっと しかも年上メンバーだし新しい曲を送って覚えるの大変だったでしょうでも大変だったけどなんか今回のクリスマスライブのレッスンはなんか好きな,なんかすごい楽しかったレッスンがそうなんだ言うの可愛すぎてよかったうそだ そうなんですよゆいかたんとねりおぴさんはお友達らしいえそうメールでさ髪型何にするか迅速で教えてって言ってメール送ったらみんなが X でポストしてくれて嬉しかった X ってさそのすぐリアルタイムでさ返信とかできるからいいよね 川里さんありがとう決勝なぜかゆうなちゃんポニーティー印象が強いなんでやろ一回しかやったことないんだけどな公演で公演とかライブでさ一回しかやったことないないつやったっけ瀬戸内ツアーの時かな瀬戸内ツアーのいつやろう岡山 山口か山口公演の時にやっただけやわありがとう川沢るさんプレゼントひろさんありがとう <laughs> そうなこみくさんがセンターであの MV めっちゃ好きでめっちゃ見てる 皆さんありがとう。みんなリップめっちゃ嬉しい返信とか。嬉しいです。緊張しました。緊張するに決まってるじゃないですか。あ、今日は今日は九時十分ぐらい。 9時過ぎぐらいまでで終わります気が向いたらフォローすらフォローしてください X もう気が向いたらとかじゃなくて <laughs> まえちゃんありがとう決勝うなさんありがとうプレゼントえっ今日の公演東京から見に行って 素晴らしいもう本当にありがとうございます東京から遠いところからやなちゃんどの曲も立ち位置よかった、ね、嬉しいえ <laughs> そう私ちょっと中身のないポストとかちょっと結構してみたくってあのなんだろう文章だけのちょっとしょうもないことポストとか <laughs> したいなって思ってるんですけどあ今今何々しましたみたいな今今こたつに入ってますみたいなちょっとポストしようかなって思ったんですけどでそれをねちょっとマネージャーさんの確認がい,いるから <laughs> ちょっと送るのが恥ずかしい恥ずかしくてもし山口県見ないけど山口でえあります山口で公演することそれこそあの私たち 緊急生で僕の太陽公演が始まったんですけど、それの初日も山口でしたし、ツアーとか、もう山口、多いですね。瀬戸内で活動しているので。決勝良かったね、そうあのー、早送りカレンダーと、HKT さんの早送りカレンダーと、 NMB さんの決勝とあの「強がり時計」あるじゃないですか s k e さんそれバラ,バラバラでみんな分かれてて全部いい曲で全部やりたかったけど私は NMB さんの決勝と早送りカレンダーでした。 でも強がり時計もめっちゃ好き X フォローしました嬉しいわあもう東京から来たよありがとうございますほんとに素晴らしいです東京からクリ栗坊っつになりたくない私が「オるやんとかいうキャラじゃないのでそんなことは言いません コテツポストしてほしいそうなんよあのいとし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 のしばうーんしばさんこてつさんがねちょっともうそろそろ会う予定があるのであるのでポストしようかなそうなんですよね プロフィール何書いたらいいかなお疲れ様でした会社で見ましたありがとう来てくれてありがとうございますそうなんですよ私も山本紗友香さん大好きで大好きです マックスは全員あれです全員出れてたのでその3つの曲があの選抜というか選抜なんだろうなんかバラバラでした全員じゃなかったんですよ ありがとうマッツーさんたくさん決勝たくさん私がいるじゃないですかって言ったら切り抜こうと思ってた <laughs> 言いませんエッフォロードしました皆さんぜひぜひ待ってますよえう、ー、嬉しい いっぱい僕のた「えなんかあの僕の太陽公演はなんか」は、まあ、数やってるっていうか、まあ、でもまだ2回23回しかやったことないんですけどはなんかもう振りをもうもうめっちゃなんだろう,もう回数重ねてるからなんかレスとかはすごいしやすいんですけどやっぱり今日,今日もいっぱいなんかできるかなって思ったんですけどなんかもう。 振りのことで精いっぱいいっぱいすぎてちょっとちょっと難しかっただけど初見ですよろしくお願いします嬉しい S T U フォーテイトの石原優奈と申します岡山県出身ですその名もはね本当にセンター似合う似合うね誰なん 言うなんや。ありがとう、すう君。みんみんさん、ありがとう、決勝。大阪の。広瀬大河さん、ありがとうございます。そう。優待離脱はどうでしたか、皆さん。多分。 DMM 配信の見逃し配信でまた明日の12時ぐらいから見れると思うのでぜひ見てみてください見てください実は隠してたんですけど実はね隠してたんですけどあれ え寒すぎてつま先が凍ってきた本当に寒い待ってこれさこの光に全部部屋が映って <laughs> 全部反射する系ではこのこのなんで言うんだっけこれなんだっけなんか クリスマスマツリーの飾り付けってなんて言うんだっけ思い出せない思い出しそうで思い出したいなんだっけこのなんて言うんだっけクリスマスツリーのさ飾り付けのな,な,んなんか伸ばし棒あるよなそうオーナメントオーナメントやそうそうそれそれそれなんですよ 見てめっちゃ豪華だけどなんかいろいろ反射して映りそうで怖くてちょっとあんま映せないかもでもめっちゃでかいんですよメリークリスマスって感じ結構本格的えでもなんかちょっとギリギリまで映すて、うん、寒寒すぎてつま先が凍る凍りますよスリッパ必須 そうツリークリスマスツリーメリークリスマスなのでねゆうなちゃん元日公演え東京から見に行くね嬉しいゆうなちゃん推しもう最高ですよ本当にそれはえそう今日これ話そうと思ったんだあのスタンディング席の方かなめっちゃなんか私の見間違いじゃなかったらちょっと結構嬉しかったかも 白とピンク振ってってくださった方が思ったよりいてくださって嬉しかったいえ嬉しいですよ本当にとに湯南コールとかもう本当に頑張れる <laughs> ふう357050さんありがとうドイさんありがとう扇風機じゃないどう,どう見てもこの これ回るんですかこのツリーもそう幽体離脱のねフリーやばいよもう最初寝そべって始まるんだからそうオーナメントのことが言いたかったこのこのかざ飾りとかこれね見え,見えないやこれここのやつ ね朝とか本当に足冷たすぎて、もう靴下必須。家なんだよ。繰り込んだんしかない。嬉しいそう、嬉しいじゃない。楽しい楽しかった、本当に。あ、クリスマスツリーの飾り付け配信またやっちゃうまたこれ一回全部クリスマスツリー。飾り取らなきゃならないじゃん。え、寒すぎる。寒くないや。 冬ってなんでこんなに寒いんですかねカリミヤ宮イさんありがとういっぱいサンタクマさんありがとうヤ宮イさんそう点灯しとる点元えオーナメントトーナメントにとるねヒロさんありがとうプレゼント絶対ちょっと違う 本当、そうツリーでっかくなっちゃったあわおさんありがとうございますふーたんさんありがとうございます花束結晶ココチンさんありがとうございます結晶今日スタンディング席ですおースタンディング席疲れないですか私もでも私もずっと スタンディングなのでみんなさん同じ同じ気持ちですねえでもなんかさあの私なんか動いとったりしたらさ別になんか立ちっぱなしでもなんかしんどいなとか別にあんまり思ったことないんですけどなんか話聞いてる時とかなんかず15分間だけの立ちっぱなしとかでもしんどい何なんだろうねこの違いなんか15分歩くのと 15分立ちっぱなしでテレビとか見るのとかさ人の話を聞くのとかってさ全然違うよねんでやろこの違いって何ですかありがとうペンライトわしもピンシャルドウィン振ったよ振ってた, <laughs> ってた本当に さんありがとうプレゼントえ嬉しい8日僕の太陽公演お待ちしております元日も明けましておめでとうしようなみんなでハッピーニューイヤーしような そう今日は研究成功研究生ライブと瀬戸内 PR 舞台さんのクリスマスコンサートでしたすれ違いましたね357050さんお田アットンさんありがとうございますフォローもありがとうございます ねえミュージックビデオ作,作りたい番組も始まるのでぜひ見てくださいゆなちゃんコールいっぱいしたよ嬉しいえなんかさあの息をする心でさ私とひーたんとくるくるさんの歌割りがあって歌割りがあってあの んとゆうゆうかじゃないですかコールがくるくるさんのコールがでなんかちょっとゆうなんなんですよなんかでなんか混じり合ったらちゃんとゆうなに聞こえて嬉しかったちょっと嬉しい気分でしたゆうたんみたいな <laughs> そう「ゆうたんって誰?」みたいな。 感じでそうコール嬉しい今日でハマりました本当に言ってる優奈優奈にはまってくれたも,もちゃんありがとう安部さんもありがとう僕もこの配信を見ながら座ってくださいね あ、腰掛けれるところあったんや。よかった、それは。お話し会疲れそう。え、お話し会は疲れないんよ。なんでやろうね。お話し会、気づいたら終わってる。もう早い。めっちゃ早い。終わるのが。ガンツこねネ見る、見つけてね。え、もう白とピンク振ってくれたら見つける。薄ピンク、かな。お、つアっとんさん、ありがとう、ハート。すっくん結婚して。んー、無理。 寒いからちょっと無理今暖かくしてくれたらいいよ回路持ってきて野原慎之助さんありがとうございますインボスター安部さんありがとうペンライトそう今日はゆいかさんのお誕生日ですおめでとうゆいたん 島のゆいかちゃんが誕生日ですよ今日は見るだけにえ成長できたら嬉しいえっ、ー、ダブルアンコールあったんだ ゆなちゃくびったけって首ったけってやめてくださいリエチなので <laughs> ジョンドーさんありがとうプレゼント人形世界もぜひ待ってますあ今日で多分今日見に来てくださった方というか DMM で配信見てくださった方はもうこれで歌割りがはっきり分かったと思われますよ ダンスのやつとかなんかみんながねすぐに見れたらいいんだけどねえー、顔忘れないです安部さんありがとう川さんありがとう決勝桃ちゃん結晶 ありがとうえー、最高でした嬉しいありがとうございます来てくださってそう私たち X が解説されたということでちょっと悠々をご了承していこうかなと言うなにもうちもダメリア中だから すくんありがとう、しょんちゃんさんありがとう、ありがとうくま、おつあっとんさんありがとうまるともちゃんさんありがとうございますユナのイタリアンフロントメンバーフロントうんフロントなのかなうん やめてねやめてねやめてねみんな最近どう最近どうですかなんかやばいなんかいつもさここ最近なんかショールームをさ テンンションぶち上げてさなんかキャーキャー言ってさ「うわーやばいよ!」とかなんか言ってたけどちょっと今日はちょっとちょっとドッとくるものがありますね今 <laughs> 帰りのさ帰りタクシー結菜と隣だったんだけどもう結菜もうやばかったもう。 こんなん。ゆ <laughs> いの大丈夫とか言って。大丈夫かなゆいな。心配ですわな。<laughs> すごかった。もう。隣が、隣が清水梨紗子だったんですよ。梨紗、ね、梨紗梨紗だったんだけど。私真ん中で座ってて。 会のタクシーの話今からしますゆいなねゆいなが座っててゆゆいなこんな。でリサ子は隣であのマネージャーさんと話してて「ありがとうございます」とか言って <laughs> もうなんかめっちゃリサ子テンション高くてなんか <laughs>「ありがとうございます」とか言って。 さんに、え「えめてるみたいな <laughs> え舐めてるよね絶対」みたいな言われててんかでも <laughs> 私は真ん中で「いい大丈夫?」とか言ってでさかのも面白いしちょっと真ん中で「面白かったです」っていうちょっと難しいんですけどやってましたそうやって。 そう終わってほっとした。なんかペダル踊ってる時に、ペダル、最後の、アンコールの最後の曲を踊ってる時に、<laughs> 終わってしまうんだーって思いながら踊ってました。悲しい気持ちもありますね。スッとしてるね、なんか思った。私のなんか今日、今日なんか、スッとしてるよね。ないつもと違う。最近はスニーカー買いました。いいね。 ガチさんありがとう。ええ、いやいや。ゆいなオールだったん？もう今日一大きい声ですこれ。 ユイナオールだったのそれは私は知らんかったわ本当にすごいじゃねえかちょっと後で LINE を送りたいと思います今日のお弁当なんじゃった なんじゃったでしょうなんでしょうすーくんありがとうございます嬉しい !X フォローしました嬉しい <laughs> 本当に言ってるのそうレッスンいっぱいしました えー、だけどもうその何早送りカレンダーとか幽体離脱も次はもういつするか分かんないしその決勝とかもすごい楽しかったしもうできないのが辛いですね。 あと瀬戸,瀬戸内ツアーの千秋楽の時に3期研究生だけで STU の原点をやったんですよえそれももうそれすごい大好きだったんですけどもうそっからやってなくてなんか一回きりの曲がすごいまたやりたいなってなりますねあじゃあもう少しでダンジーを見ますこんばんは ねツアー楽しかったへえんちゃんさんありがとう雪だるまもうお弁当はアジでしたアジフライアジフライとかなんかいろいろ入ってたなんかい,いっぱいのグーみたいなえー、さっきだけのツアーあったら嬉しいですね じゃあ終わりますちょっと今日は今日はいつものなんか配信より落ち着いて配信してましたじゃあ今日の今日の洋服紹介して終わりますはい今日はお気に入りのスウェットでしたエピヌです大好きエピヌの服えナーミョンとさナーミョンがさナーミョンもこのエピヌっていうブランドすごい好きで一緒に お金物行こうって約束したんですよ長谷川のあちゃんまた行こうね絶対っていう一緒に行くことにしました約束ロゴの色綺麗エピの知ってますかあじゃあ最後に宣伝しちゃおう「X フォローしてくださいね」っていう終わりです コメントを待ってるよ。のぎんさんありがとう、プレゼント。え、そう、ゆう、ゆうなんとのあみょんのね、服の趣味合うんだよ。ポップアップは、来年行く。来年行くよえ、私、のり弁すごい好きなんですよね。のり弁大好き。<laughs> うわ、もう袖してやがる。ダメだよ あの遠いんだから電波悪くで移動するわ <laughs> もうすでにすぐで千二百人嬉しいエックス見つけれないえっとなんか書くものあるかなあったでも書くものがないやペンがペンはないペンがないけどアイブロウならある ちょっとでもアイブロウで描くのはもったいないなみんなコメントで教えてくださいあのなんだアットマーク石原石原アンダーバーは UUNA です IS エスあああ貼ってありますプロフィールにプロフィールに貼ってるよあのショールームのプロフィールに貼ってますのでぜひ おやすみ。え、そうなん、なんか、優なの偽物のアカウントあるんだよね。ちょっと、ややこしいから。ねえもう、石原優男はもう、本当に、偽物作るのやめてよそれ打っても出てこないな。え、これ、今、鈴鹿さんが、あの、してくださってるやつ。石原の、あ石原の死が、 普通の詩じゃなくてこの SHI の詩で石原優奈です YUUNA この鈴香さんのコピーして見てやってくださいじゃあそう優奈ではなく YUUNA なんですよもうそれは小学生の時から優奈って間違えられるからねじゃあ終わります 十三位ミンミンさんありがとうございます。十二いももちゃんさんありがとうございます。ありがとう。十一い石原優菜のあし先あためてありがとう。十位い大津アットンさんありがとうございます。九位しょんちゃんさんありがとうございます。8い川さとールさんありがとうございます。七位すうくんありがとうございます。六位まえちゃんありがとうございます。五位野原しんのすけのすけさんありがとうございます。 4位、安兵衛さん、ありがとうございます。3位、刈宮圭さん、ありがとうございます。2位、マッツンさん、ありがとうございます。1位、ユニバースさん、ありがとうございました。また、お会いしましょう。明日はちょっと、明日配信、誰かとコラボするので、待ってて。 スペシャルゲストがいるから明日の配信 <laughs> 楽しみにしててねあや明,明日あさってかな明日かあさっておやすみあハッシュタグ石原優菜」でポストしてね待ってるねおやすみ 寝ないけど。